続きまして、ちびちび組み立てるの第4号ふさふさんの安全装置、ふさふさやでーのふさふさんか。開けてみようぜ。ふさふさんシールが、これね、うさぴょんのシールもついてる。なんか向きがあるのか。これがこっち。はい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 。はい、ふさふさんの安全装置できました。かなり複雑な形してますよね、これ。で、これ遊び方は、うさぴょんをこの坂の上から落としてきて、ふさふさんの力でメダルをセットオンして、ここに乗せようっていう、そういう遊びですね。まずうさぴょんがスライドして落ちてきました。で、メダルをセットオンします。ふさふさん召喚、ピョン、乗った！マジで？こんなうまくいくと思わなかったんやけど、一番いいのはうさぴょんがここにちゃんとね、うまく着地することができればいいんですけど、うさぴょんが坂の上からザザザザッと落ちてきました。そしてふさふさん召喚、いくよ、ちゃんと着地できるかな。むずいむずい、乗せるのも結構むずいんですけど、10回目のチャレンジ、うさぴょんうまく着地できるかな。うさぴょんのちびちび組み立てるラスト第5号はうんちくまの頭脳ですね。早速開けてみます。一個一個が結構面白いぞ、このちびちび組み立てる。うさぴょんの耳のパーツとか足のパーツが入ってますね。はい、うんちくまの頭脳できました。なんか変わった形してるよね。うさぴょんの下半身のパーツかな、これ。うさぴょんの耳だよね。で、センター部分にはうんちくまいるの分かりますかね。で、ここにまずメダルをセットします。これね、入れてみますね。で、メダルをセットしてこのハンドルを回すと、うわー、なんか出てきた。これはうんちくの実ですね。うんちくまのこの杖の先についてるうんちくの実が出てくるという。はい、ちびちび組み立てるの全パーツ揃いました。1号から5号までですね、これらをすべて合体させてうさぴょん作ります。これね、まずうさぴょんの耳をつけます。で、メラメライオンのエンジンと吹雪姫の冷却装置合体、これでうさぴょんの頭ができました。胴体部分をこれで作れるわけだね。はいはいはい、これでうさぴょんの下半身部分できました。あとはうさぴょん合体させるのみ。まず頭部と胴体合体、ガシャン、あれ、ガシャン、きた、バシっていういい音しましたね。そして下半身部分合体、バシン、いい音やね。じゃーん、うさぴょんできました。ようやくパーツ5つを合体させて、約19センチの高さのうさぴょんです。高さで言うと普通のプラモデルと比べてみると、この高さね、倍ぐらい、普通のプラモデルの倍ぐらいありますね。で、びっくりうさぴょんと比べてみると、びっくりさぴょんの方がやっぱでかいね。なんかあの、バラバラのパーツからは考えられないですよね。メラメライオンのエンジンとか、吹雪姫の冷却装置とかいっぱいあったんですけど、よくできてるわ、うさぴょん。はい、ということで、以上、今回はちびちび組み立てるうさぴょん編の紹介でした。